違うんですよね。ちゃんと普通のじゃなくて、ちょっと意地悪というか、まあ、意地悪な謎々をします。はい、なのでちょっとマスコットがイラついちゃうかもしれないんですけど、穏やかにやりましょうね、今日は。はい、お願いします。はい、じゃあ早速いっちゃいましょうか。1問目、はい、ちょっと大丈夫ですか？動いてないんですよ。よし、じゃあ謎なぞ1問目いきますよ。はい、ではでは皆さんも一緒に考えてください。はい、では1問目。ダメ、見たらカンニング禁止ですよ。はい、はい、いきますね。お父さんガエルはケロケロケロ、お母さんガエルはゲロゲロゲロ。はい、では子供はなんて鳴くでしょうか。はい、ですよ、皆さん考えてくださいね。お父さんはゲロゲロ、お母さんはケロケロケロ、子供はなんて鳴く。どうですか、かけた人教えてくださいね。では待って、ちょっとやめてください。ちょっとなんて書いたんですか。なんて書いたんですか。なんだこれは。それじゃないですね。ゲロゲロゲロ、私はい、じゃあ次、パオちゃん。どうですか、かけたかな。せーの、でれれん、泣けない、おたまじゃくしだから。おお、ちなみに、シャオさんは何て書いたんですか。おお、一緒、一緒、すごい。ということで、正解は、はい、泣けないです。泣けないです。正解、大正解です。仕込みじゃないです。食べ物はなーに。ホットケーですよ、皆さん。はい、考えてください。ちょっと待って、いつもホットケーという食べ物は一体何でしょう。さあ、シンキングタイムですね。あれ、はい、皆さんペンが進んでないですね。頑張って書いてくださいよ。考えてますね、じっくり考えてください。はい、つば九郎さん、早い。ねえ、やめてください。こう、私読みたくないんです。本当にやだ、さっき読みたくない。ね、コピーだ、コピー。そう、最低なこと書いております。ダメね。はい、またくれますよ。まだ書いてなかったみたいですよ。
そんな食べ物ありません。ということで、シャオロンが半分正解ということで、半分、あー、2問連続、すごいね。では、台本通り、めちゃめちゃ不満が出てる。そんなことないよ、大丈夫、なんかまた開いてるね。はい、これもサインくださいましたよ。はい、台本みんな、子供の皆さん、はい、じゃあ3問目いきましょう。ではでは、ではでは3問目いきますね。はい、はい、ではいきますね。コップに何かが入ると水を汲めなくなります。その何かとは何でしょう。何でしょう。その何かとは何でしょう。つば九郎さん欠けたみたい。早速、盗んだグローブ。ということで、今日のゲスト、つば九郎さん。